あの時の演奏すごかったけど、合わせた凛子はそんな感じだったんだ。はい、一音一音に音の強さを感じました。でも他の音を優しく包み込むような、私もあんな演奏ができたらって、そんな風に思わせてくれる演奏でした。ねえねえ、リサ姉は？私はそうだね、あの世界に行ってみたいかどうかって言われたら行ってみたいかな。そこにどんな景色が広がってるのか見てみたいなって。メジャーな世界の景色？あのフェス、フューチャーワールドフェスのステージすごかったよね。私たちが立ったステージなんてあのフェスの中じゃ小さい方だったけど、それでもスポットライトに包まれて会場の熱を全身に受けてすごく楽しかった。だからその先にどんな景色があるのかこの目で見れたらいいなって思ったんだ。ユキノ、どうかした？リサがそんな風に自分のしたいことを言うなんてあまりないから。まああんまりないかもね。前より自分もバンドの一員っていう気持ちが強くなったせいかな。自分のバンドの未来がどうなるのか時々想像したりするよ。そうけど、どうして突然こんな質問したの？もしかしてまた音楽事務所からスカウトのお話があったんですか？このところそういったお話は落ち着いてましたよね。いえ、そういうわけじゃないわ。ただ改めてみんなの考えを聞いてみたかっただけよ。ロゼリアがどんな道を進むべきか、その話はしていたけれど、メジャーに関してどう思っているのかはそれほど深く話したことがなかったから。まあちゃんと話したことはなかったけど、サークルが見えてきたわ。明日はライブ、しっかり準備を整えましょう。みんなお疲れ。はあ、いいライブだったね。初めて参加するイベントで不安でしたが、皆さんベストな演奏ができたようでよかったです。いつも以上に準備を徹底して正解だったわね。思っていた以上の成果があったと思うわ。はい、アコもそう思います。今日のライブはなんていうか、そう、まるで暗黒の絢爛祭。古の力に目覚めし5人によって闇の舞台に絶大なる究極を。挨拶をして撤収しましょう。最後まで言わせてください。最後まで使えずにいそうだったのに。あ、アコちゃんファイトだよ。お客さんかなみたいだね。ありがとうございます。ライブ楽しんでもらえました？